指輪、ネックレス、ブレスレット、入れ歯、マウスピース、レテーナー、アクセサリー、爪切り。擦る必要なし。入れたら5分。放置、超音波クリーニング、自動洗浄機。こちら、120秒でご紹介します。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。何ができるの？中に物を入れて5分待ったら、綺麗になります。こちら、提供いただきました。トリセツ。主に、こういったものに対応しております。AC、電源アダプタ。そして本体、こちらとなっております。超音波洗浄機、空手で持てる小型サイズとなっております。こちら秒間4300回の高速振動により微細な気泡が発生、強力な衝撃波と高速噴流によって360度の全方位徹底的な洗浄、対象物の隙間にはまった頑固な汚れを粉砕、菌の除去、消臭効果、クリーニング中は物品に損傷を与えず、理想的な超音波によって汚れや油、細菌、これらを効果的に除去し、本来あるべき美しさを取り戻します。低音設計、作業中の騒音は静かに邪魔にならないクリーニングタイム、スマートオートシャットクリーニングが完了すると自動的にシャットオフ、開けますね。はい、こちら耐久性があるステンレススチールのパッドが内蔵されております。こちらはくっついてますね、剥がせません。これによって洗浄剤や他の液体の腐食を効果的に防ぎます。こちらパーツは3つに分かれております。本体、そして入れ物、そして蓋です。電源はこちら付属のケーブルを差し込んで壁のコンセントに挿します。本体、底を見ますと4つのラバーバットが付いております。滑り止めにもなりますし、本体の振動音を小さくする効果があります。そして操作は簡単、スタート、一時停止、自動洗浄5分、これらがワンボタンでできます。では早速洗浄していきたいと思います。使い方は簡単、水を入れる、物を入れる、電源コードを挿す、ボタンを押す。洗浄中は青色のランプが点灯。5分間の自動洗浄後、ランプは緑色に切り替わります。輝きが増している気がします。おー、ほこりが。超小型超音波クリーナー。さっと持って5分間自動洗浄。